カセットボンベが友達、ドンポッキーです。今日は、はい、皆さんこんばんは、ポッキーです。今日はですね、ちょっとレンに、ドッキリっていうか、なんか検証っていうか、ちょっとあることを仕掛けたいと思います。それは何かっていうと、スイカ割りです。スイカ割りって言ったら大体ね、皆さん外で砂浜でやったりすると思うんですけど、今回は一日中いろんなこの家の場所に配置されたスイカ割りをレンに割っていってもらおうと思います。ちょっとね、まず LINE を送りたいと思います。ちょっと朝なんですけど、よし、ということで一日割ってもらいましょう。レッツスイカ割り割り。ダサ。ちょ、お前、ちょ、何、何、送ったじゃん、LINEで。あ、ちょ、かけてます。いや、そう、かけて。どうだか回ってるんだ。そうね、お前、ちょ、これ何、何、これ、だからモザイク手動モザイクかけてもらえる。やるよ。なんで急にここに立ったの。何、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 誰、誰が首つかんでるの。もう野生かお前。そんなスイカ好きだったお前。いやスイカの季節だ。いや怖い怖い怖い。お前怖い怖いよ。うまっ。どうした。そんなスイカなくなかったんだ。うまっ。床すごい汚れてるから大丈夫。俺が言うのもなんだけど、やった犯人が言うのもなんだけど、めちゃくちゃ飛び散ってるから大丈夫。うまっ。全然気にしてないじゃん。ああ最高だマジで。このメロン最高。薄いスイカだろ。よ、風呂場でスイカ割りは違うって。割りに来たか。もうええよ。割りに来たか。玄関なら十分よ。スイカ割り自ら割りに来たか。スイカ割りに来たの。ようこそ。意味わからん、意味わからん。ようこそスイカ割り。意味わからん。スイカが風呂場に来たの。お前がこスイカ割りに来たね今日。それが来たのか。お前が来た方へ。俺が風呂場にスイカ割りに来たのか。そう。おかしいだろ。割っていただかないと終わらないと。終わらないで。終わりますよ。いいんすか。いいですよ。いきますよ。はい、スイカだ。いただきます。やっぱそうするんだ、そうなるんだ。いや、うまっ。タルマシンガン。おい風呂場でやめろ。スイカに取り憑かれた。ちょ、塩持ってくるわ。お前、ここでスイカパーティーすんな。フルパーティーすんなって。そうね、黒場ですね、お前ぐらいだぞ、スイカすんの。うん、あんま変わんねえな。もうええって待ってください。割ってください。割ってください。いやいや、どう考えても無理だから。割ったら詰まっちゃうよ。スイカジュース飲みたいな。俺は飲みたくない。飲みたいな。いや、飲みたくない。俺は飲めろ。割らせてくれよ。スイカジュース飲ませてくれよ。必死かお前。いや、切れてんじゃん。ちょ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 、お前ダメやって、スイカ。何やってんやん。ダメなの。当たり前やろ、お前。ちょ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 